申し訳ないです。まあいいや、これ取れれば取れるんだ、うん、どこに取れるの？あの、カゾン。ああ、これ。なるほど、なるほど。まあいいですよ、これで取れれば。ああ、そうか、あそこのところで。そうするとね、こう、入ってくるところで。ああ。いたしますのは一般公募です。
その後もエドワールド警備、京都御所の警備などを務めました。この頃の松戸藩の方針は、家老真田王山、重臣長谷川正道らの主導で尊王に決しており、その後の戊辰戦争での活躍につながっていきます。真田幸典を演じますのは、長野県信用組合松代支店長西村武美様です。従う重臣友侍は松代金融団の皆様です。続いて洋装の軍服で登場するのは真田幸典です。幸典は幕末の四賢侯の一人、伊予宇和島藩主伊達宗成の長男で、幸典の養子となり第10代松代藩最後の藩主となりました。戊辰戦争に対しては早くから新政府側として行動し、北越戦争、会津戦争へ出兵し、重要な戦功を挙げました。会津駿河城の攻略戦においては、近代兵器による砲撃で敵を圧倒し、会津藩主をして薩摩真田に大砲なくば三軍破るも何の手のと嘆かせたと言われております。この砲撃により、新天から薩摩長州土佐に次ぐ三万石という高い飛翔戦力を受けました。真田幸典を演じますのは長野市長加藤久夫様です。従う大砲隊を演じますのは、長野市職員の皆様と長野市消防団松代分団の皆様です。続いて人力船乗って登場するのは横田栄の隊列の皆様です。横田栄は松代に生まれ、明治6年繁栄富岡製糸場に練習工場として応募し、一等工場となりました。その後、松代に創設された六甲社や県営長野県支援場の教府などとして工事に対する技術指導に活躍しました。毎朝栗林ワイルドが楽しみで、夜の明けるのを待ちかねるぐらいに思いましたなど、つづられている回想記、富岡日記を読みました。横田栄を演じますのは、富岡製糸場を舞台とした映画赤い滝、富岡製糸場物語の主演女優、水島優さんです。水島優さんは映画のほか、ミュージカルの舞台で活躍されている新進気鋭の女優さんです。最後に登場するのはカチューシャの歌隊です。今年がカチューシャの歌で有名な松井須磨子の100年記にあたることから、この歌を行列に加えました。人力車に乗りますのは相馬漁夫と高山新平です。糸魚川生まれの相馬漁夫は日本初の流行歌カチューシャの歌、童謡春よ来いなど今も日本中で愛されている名曲の作詞者です。漁夫は明治、大正、昭和の3代にわたり文芸全般にわたって活躍しました。中野市生まれの中山新平は東京音楽学校卒業後、島村光月や松井千佳子らと働いてきた芸術雑誌監督でございます。カチューシャの歌を作曲し、一躍有名になりました。歌謡曲、童謡など多数の傑作を作曲し活躍しました。演劇の舞台に仕立てたとして登場する島村光月と松井千佳子です。島村宝月は現在の浜田市生まれ小説家、新劇指導者で、大正2年に妻子と共に劇団芸術座を結成。翌年、宝月が脚色した復活の舞台が評判になり、各地で興行が行われ、妻子が歌う劇中歌、カチューシャの歌は大ヒットとなり、新劇の最終化に貢献しました。松代の清野に生まれた松井須磨子は、宝月と芸術家を旗揚げし、復活の家中で大当たりし、人気女優となりました。須磨子が歌った主題歌、カチューシャの歌も大ヒットし、須磨子は日本初の歌う女優となりました。相馬漁夫を演じますのは、新潟県糸魚川市都市交流機構協会、井正則様です。
中山新平を演じますのは中野市教育委員長小島貴則様です。島村宝月を演じますのは島根県浜田市七海事務局長西谷正弘様です。松井須磨子を演じますのは松代町出身の竹内直美さんです。竹内直美さんは日本声楽アカデミー会員で